ゃうの？はい、お疲れ様でした。帰らへん。こっち、バイバイ。未来何してんの？もうお腹痛いんかな。見たい見たい、見してよ。じゃあ感想ください。いただきます。感想ください。皆さん最後のページもちゃんと見てくださいね。一番最後のページいきますよ。え、ちょっと待って。あ、すごい、すごい、気になるわ。スイカみたいな。あれ、一年のもう一人は見つけた。いないんです。かわいい、わかにゃんとしおんとゆななんとゆうちゃん。イエーイ、謎めー、謎めガチで謎めー。ガールズペディア、ペディアはいつも結構謎めんじゃない？謎めんやな。新しい組み合わせ、うん、うかずるいぞって言ったらチェックしろよ。チェックしてね。これさ、シオンとかユナナンとか、グラビアとかあんましなくない？してない。だから珍しいの。レアじゃん、かわいいじゃん。砂浜で白の水着、はい、こりゃええですな。んでみんなでおっぱいぎゅうぎゅうにしてハグハグしてます。かわいい。でな、どっかな、微妙な顔なんで、何これ、なんでこれってなる瞬間が。それが一番良かったんちゃう？めっちゃ可愛いやん。なんで可愛いやん。ちょっと寒そうやな。え、寒かってん。雨降っててん、この時。そうなんや。そう、でもみんなで寒いって言いながら。シオンが寒そう。ゆうちゃんは全然感じひん。感じひん。かわいい。この髪の毛ロングとワカニャンのショートがいいね。いいね、いいね。ギュギュッとかわいい。岩場でなんかサザエさん、これそうそう、してって言われてん。やっぱり、うん、サザエさんポーズしてって。やった、当てた。サザエさんやん。そう、でこのポーズ何？わかりやのこういうポーズがあります。かわいいじゃん。いいね。いっぱい撮った？撮ってもらった。ちょっとセクシーな大人っぽい。ゆなさんとゆうちゃんのコンビ、なかなか見れないコンビね。え、いいね。髪の毛ロングだ。そう、ロングの2人です。いやー、なにこれ、岩丼。岩丼。岩場でドンしてるよ。そうなんです。岩丼、ほらもう照れてるじゃん。ゆななんがゆうちゃんに迫られています。いや、おちり、おちりショットもあります。二人ともお尻でかいな。なんかプリってしてんな、二人とも。ゆうなな意外とお尻でかいよな。かわいいおちりな。あ、振り返った。おちり見せながらこっち見た。かわいい、かわいい、いい、あれ体型や。かわいいちゃん、お尻もあってハート作っちゃって。いやん、そんなおパイに顔を寄せないで、こうやってギュって寄せてって言われるやん。キャー、ワカニャンとシオンのコンビが好きよ、普段から。いい、あ、かわいい、かわいい。シオン、二人ともかわいい。かわいいな。かわいいよ。かわいい、顔かわいい。なんかすごい、なんか草むらに佇んでる感じがいいですね、雰囲気。おー、出た岩場。めっちゃ可愛いの。映えるな、この二人。うん、可愛い。シオンもいっぱいグラビアしたいって言ってたよ。あ、そうなの？うん。しなさい。できるときにしなさい。お姉さんからの。できるときにしなさい。可愛い。可愛いよ。可愛いよ。わかにゃんもね。お姉さんやな。最近お姉さんになったよな、めっちゃ。お姉さんやね、めっちゃ。面倒見がいいね、若にゃんな。めっちゃいいよな、てか仕事にして正解やな。かわいいの。体も引き締まってて最高だよ、二人とも。あー、いいね。かわいい、かわいい。お目目ちむってるの。お目目ちむってるな。かわいいじゃん。あ、ゆうちゃんのページ来ました。皆さんありがとうございます。ソロページ来ました。またこの何カレーシャツみたいなちょっと透けてるの着て。あ、そうなんですよ。出してもらいました。このちょっと淡い色珍しいな。そうやな。
紫で足やばい、どんどん脱いでいくよ。どうすんのこれ、ちょっとダメよ。でこれめっちゃ脱ぎにくかったあるよな、そういうボタンのシャツ硬い、うん、シャツのボタン硬いシャツ、うん、あボタンが硬い、うん、いやん、早くない、うん、ちょっともっとじっくり見せてよちょっと早く脱ぎたくて、ボタン開け始めから一瞬でシャツ開いちゃうんだけど、見せなくて、いやん、綺麗なボディです。いやー向かってるじゃん、抜けて綺麗な場所やなこれ、いやんもう早いってば、あらまあもう何おばあちゃん寝てるよ、寝てる、あの何すごい、あの何あのそのそこにしか目がいかないこっちやろ、かわいいのこっちやろ、こっちだってめっちゃ強調してない、うん、してる、うん、してるでしょあなた、うん、してるしてますしてます、いいじゃん、かわいいなこの色合い、似合うな、え、やんな、かわいいな、うん、めっちゃ似合う、髪色と合う、いや漏れてるやん、もう日光の時のメイク好きやった、ええー、やんこの、ええー、やん、網目からお尻がこの肉感ちょっと感じる感じええやん、そういうね細かいところがいいんですよ、うんうんうん、さりげない、あこの時のめっちゃお腹綺麗かった、綺麗綺麗、めっちゃ細い、お腹も綺麗、しょっぱいも綺麗し、ええー、やん、顔もいいやん大人の顔してるじゃん、いいじゃんいいじゃん、あーかわいい、そう嬉しい、うん、めっちゃかわいいで、ナチュラルやな、そうやね、でもこのメイクめっちゃ好きやった、うん、めっちゃかわいい、あーもうそんなそんな向かっちゃうよ、あなたの元に向かうよっていう瞬間、こっち寄ってくるんちゃーんくるんちゃーん、ほんまに、あーらもうかわいい、この時のメイク良かったな、めちゃくちゃ可愛い、あいいね自然光もね、あこれいいね、うん、これ好きめっちゃ、あ嬉しい、もう綺麗すごい写りがねえこの人私のおっぱいこうやってなぞってきておっぱいがいいよみたいな、よく写真集なぞっちゃうね、なんか、うん、今めっちゃおっぱい触ってたねやばい、ちょっとあの妄想で、めっちゃおもろいね、なぞっちゃうっておもろいな、なぞっちゃえへ ん、 なんか体の、うん、なんかいやない、普通こうやって見る、いやない、え、嘘、保育園の時めっちゃなぞるかな、お尻いいねパン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 、それなぞって走ってるやん走ってるやん、あ、このね、うん、あれもあるんですよ、メッセージね、メッセージなんていうの、うん、Q&A みたいな、あ、そうそうそう、質問コーナーもあるんですよ、そうなの、まあ、これ読んで読んだ人のね、うん、楽しみということで、そうですね、楽しみにしててください、楽しみ、あ、わかにゃん来た来た、え、なんか新しいね、さくらんぼの水着にシースルーシャツ、なんか違うな、ぽくないね、でも似合う、すごいなんか知ってみる、え、てか可愛い、マジでこの時みんなメイクめっちゃ良くない、うん、え、ななさん、ななさんさすが漏れてます、めちゃめちゃ漏れてる、可愛い可愛い、わかんやん、顔可愛いね、好きやねんな私、え、可愛い、これはこれはこれはやばい、これやばいかも、 T シャツパクってしてる、キュッてしてる、かわいい、やってやってやって、 T シャツ見てってちょっと待って、 T シャツ、 T シャツめくれる、ゆうかの今日の T シャツめっちゃ怖いねん怖い怖い、いやーやーうーやーこんなこんなシーンです、はい、こんなシーンです、全然私と比べもならんぐらいかわいい、いいね、どんどん家が分かんねんのね、うん、のなんかなんか寄せてるこの形好き、どういうこと、なんかはっきりしてるやん、このめっちゃはっきりしてるよな、うん、パイって、うん、確かに多分ちょっと離れてをキッてしてるやんと思うね、うん、あちょ分析までしちゃう確かにね、そうでもいいねんそれが、うん、いいいいいい、はい、キュッてしてる人ないんかな、でしてほしい、ないな、他にはいつも顔かわいいな、マジ顔かわいい、かわいい、こういうなんかさくらんぼとかの柄物がすごい似合うな、うん、あ、あ、うん、あ、うん、もうちょっと欲しいね、あ、あいいじゃんいいじゃん、もうちょっと欲しい、うん、あ、あ、でもいいねこれ、これかわいい、これかわいい、これかわいいな、
いいよ、赤にゃん、いい最高だよ。あー、してないな、牛は。牛してほしかったな。いやでもさっきの 寝転んでるとこがすごい可愛かった、うん、来ました、ゆなな、ゆなな、なんかバレエしてるみたい、バレエしてる子みたい。あー確かに爽やかやな、うん、おお、あ、そういう感じ。ちょっと待って戻るわ一回あ、なるほど、ね、そういうことで。新しくない、なんかゆななが新しいグラビアしてます。でも可愛い多いね。あーせやな、ピンクが似合うね、うん、あいいよこれ。いいの、そんなさっきまでさ上下着てたのに。てか肌白ないなあ。白いなあ、かわいい、いいね、かわいい、アップ。赤ちゃんみたいやな、ベビーベビーフェイス。あそう、バレエやってたもんな。あそうなんや、ゆななバレエやってましたよね。めっちゃバレエっぽいこれなあ、綺麗な、うん、やってたんや。やってたって聞いたことあるぞ。なるほどね、うん、いいじゃん、イナナかわいいかわいいかわいい、あとなぞってます。触りたくなっちゃう。あいいねこれ、綺麗、眩しいのに頑張ったな。うまいな、かわいい、うん、シオン、いいね、かわいい、綺麗よ。喋ったらなんかあんな変なこと言う感じには見えない見えへんよな、キャップすごいよな、うん、かわいい、しよう、マジかわいい。このピタッとしてんのめっちゃ似合うな、うん、珍しい、こんな衣装、衣装、私服見たことないから、うんうん、うん、かわいいじゃん、おしゃれやな、なんか色合いが、うん、今回似合ってる。みんな似合ってる、かわいい、もういいじゃん。ベッドの上はいいね。素敵。可愛いこれ。なあ。カワーク。あ、ああ、ね。ありがとうございます。結構お腹綺麗。うん。お腹も綺麗し、デコルテも綺麗。可愛い。いいね。ほんま顔綺麗な。羨ましいわ。顔がすごく綺麗し。可愛い。マジ可愛い。ほんま可愛いな。可愛い。素敵ですね、ー MB は。めっちゃいいよ、みんなめちゃくちゃ漏れてる。皆さんぜひガールズメディアチェックしてみてください。え、ウーカの写真集いつ発売やったっけ。6月14です。14か、あとでももうちょっとやな。そうやね、もうだって明日で6月でしょ。2週間ぐらい、2週間前や。一番最初に見せてな、ウーカ、あ、カジリンと一緒に見るから。カジリンとカジリンと一緒に見るからオッケー、うん、見せる。あ、ゆうちゃん、ヤッホー、ガールズビューティー買ってもうた、買ってもうたいいんだよ、ありがとう、いいんだよ、いいんだよ、よかった、めっちゃ嬉しいです。あ、そうそう、今日発売の、うん、フラッシュスペシャルさんに、うん、写真集の先行カットが紹介されてます。おー、はい、ぜひチェックしてみてください。ぜひぜひチェックしてみてください。そう、パネル展もやってもらえるんですよ、びっくりした。そう、初めてよ、パネル展とか。すごいね、みんな行ってな、いいね、なんかスカスカやなとか思ったら悲しいから毎日行こうかな、自分で確かに、ウーカに会えるんやって行こうかなみんな来てください。ゆうちゃんのグラビアは圧がすごいから好きですわかるよ、いいよね。何が、何が、もうなんか写真から出てきそうやもん。あ、マジで、あ、それめっちゃいいことやな、うん、3D 3D 3D です。確かに NAB グラビア面多いから、フーアも最近出てきたし。フーアはマジで、うん、いい、もういいもの持ちすぎ、うん、いいねん、ほんまに、あの肌質が最高なんですよ。最高、マジで最高、うん、あれは損して、あれでモデル体験なのすごいよな、よな、なかなかおらんくない、おらんかったやんな、いない、ほんまに、あの逸材、うん、マジでほんまに楽しみ、なんか出てくるでしょう、うん。ゆずはの写真集はもらいました、メッセージ付きで。私も見ましたよ、最高でした。ゆずはも顔面可愛いし。そうやねんな、ゆずもめっちゃ可愛かった。大人ゆずはと子供ゆずはを両方見れるお得感がすごい。そうやな、いい、うん、ほんまにそうやな、ガチ可愛い、可愛かった。そうなんです。あ、信長の舞台挨拶6月3日です、よろしくお願いします。また出んの舞台。あ、
前に出た舞台が映画化されて、うん、それがそう大阪の映画館で上映されんねんけど、期間限定ですごいな。そうそう、だからその初日に6月3日に行くので、うん、皆さんぜひ来てくださーい。第7芸術劇場シアターセブンで待ってます。聞いた、マナ岡村マナも来ます。お、はい、今日は2人でダブルセンターやりました。ん、今日2人でダブルセンターやりました。そう、初めてやんな。初めてやんな、うん、ギスしかやったことなかったから。うん、ゆうちゃんも散歩締めやろ。はい、すごい。いつも迷子になんねんじゃあ全部が近すぎて似てんねんな、ポジションが。そう、わかるわ。今日迷子になっちゃったそんな時もあります、うん、ありますよね。楽しかった。いや楽しかった。私が一番しんどいけどな。え、なんで、なんでうんじゃないのおい、ルーカがやってくれるかなと思ったけど。え、何回ぐらいまでやろうか悩んだよ、ね、何回ぐらいやったっけ。フーは3回ってやったはずやねんで、多分30ぐらいまで、うん、やってた。そう、3回と10回ぐらいから25回とかやったんかな、うん、多分で50ぐらいまでやろうかなと思ったけど、うん、なんか気づいたらこけてた気づいたらこけてた。ちょっと韓国横跳び難しい。おいくない。 N できなさすぎ。いや N のなんか N で今 NMB のなんか運動会とかあったら最下位で、もうちょっとチーム変わりたいいやマジ最下位やと思うねんけど私、あの、うん、あの後半チームの5人やったっけ、うん、あんなできなさにびっくりした。多分な、まあちょっと大げさにやってると思うで、まあ、やってるからね。でも、うん、あのほんまにできなさそうな人も数人いたから、うん、そうおもろかったな。全部私が助けなあかんのじゃんゆうちゃん頑張って。運動神経悪いもん。ゆうちゃん80回してたよやって。ねえぐ、めっちゃしてるやん。体力テストダンサブルでしたよな。した。私が一番やばかったやん。そうやったっけ、うん、私が一番最下やった。ゆうかとななほがなんかそうめっちゃなんか良かった思い出がある、うん、でも結局電力流されるから。そうやね結局な。あんまり私どっちもやっても最下やった。こんばんは、はじめまして。今日初めて劇場公演行きました。いっぱい構ってくれてありがとう。ありがとうございます。来てくれたり、また来てくださいね。来てくださいね、待ってます。嬉しい、楽しかったって言ってもらえると嬉しいね確かにミカナ実質あれゼロかいなミカナミユはゼロかい走ってたもん、うん、楽しかった。楽しかったね。次の公演は4日、ヒルヤル公演で日曜日だよ。ネギさんも出ます。出ます。久々のあれちゃん、フルメンで。フルメンじゃない、多分。あ、違う、紳士おらへんのか、うん、あれ、何だっけ、臭いものフルメンでできる。あ、確かに3人揃んな。やったね、やったね。毎回ポジションがどこか違うから毎回楽しいね。ね、大変だよこっちは楽しみが毎回あるね。ね、メンバーの 50m とか気になる。マジで走りはしたくない、うん、あ、走りは勝てる自信あるかもしれん。え、すごい、マジで。だってこの間の夏のキャンプの時に一緒にやってん、うん、な、何期生か忘れたけど8期やったっけな、うん、買っちゃった。すげえ、現役の子でちょっと。しかも私あれ肉離れしてんねんで走らせやんといて。そうなんだ、肉離れしてなのにもうテーピング巻いて自分で YNN に命かけすぎ。線でいい、ちょっと自分のプライドがちょっとやっぱり負けず嫌いがもう変なとこで出てもってる。肉離れしながら公園出るし運動はするし、もうアホやんな、やばいよな肉離れしながらやらなあかん時もあるけど、うん、でもな、YNN で 50m 走はせんで休ませてもらえたらいいと思うよ。確かにね、ちょっと何も入っちゃったから。あ、面白い、うん、何でも全力全力でやっちゃうよ。アスリートやん、アスリート。ほんまにでもアスリートとちょっと似てると思う。いや、ほんまにな、そうやんな、うん、最近インスタ見てネイビー好きになりました。嬉しい、え、嬉しい、ありがとうございます。ほんと興味持ってください、特にこの2人。お願いします。ウーカはあと何ヶ月かやっております寂しい、そんな言わんといてや
でも明日で6月1日でしょ、誕生日まであと2ヶ月や。何誕生日までやで、卒業はまた違うよ、うん、してるよしてるわ。7月もほらだって8月誕生日やろ、うん、7月は卒婚で終わるやん。そうやな、やろ、もう1ヶ月やん。いやだから8月来てほしくないやん、こっちからしたら。そうやな、ごめんね、ほんまに。時が止まれ時が止まれ止まれ、時を戻そう。まあでも7月のさ、その卒婚が当落がね、あ、そっか、出てますもんね。皆さん当たりましたか？姉ちゃんに早く会いたいです、早く始めまして、行きますように、来てください、当たりますように。あれ来たん？まだ。ね、でも当落出てるかもしれへんな。あ、でも今日なんかカンペで卒婚行くよーって言ってたよな。そう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 、だから、あ、当たったよって、おめでとう、グッズ付き。どう言った？ナイス。ちょっとあれ、うん、ネタバレしてよ。ネタバレ、どんな感じにすんの？もう全部ダンス曲やっぱいいかみんなまたあのダンスゆうちゃん肉離れさせる、えぐいってひどくないですか？全員を肉離れさせて、それが目標、本番出られへんね、本番揃いなんで、でゼップソロでやるすがすがしいやろな、寂しない？めちゃくちゃ寂しい、絶対嫌や。じゃあ野蛮な9倍から始まって、マストビーナウ、蜂の巣ダンス、涙の表面張力で、ロストザウェイ、あなたが一番しんどいねんでそう思ったけど、メンバー入れ替えできるけど、いや、ゆうかはすぐ、うん、あのセンターで歌うわ、動かずに全部上で上でな、23作連続やって、うん、やばっね、うん、まあ、いろんな何をするかはお楽しみに。いや本当にもう盛りだくさんやで絶対、うん、だって盛りだくさんやもんな。そうなんですよね、盛りだくさんやねんな、うん、何言うかもう、そう、うんかも頭抱えてた、盛りだくさんすぎてそう、ちょっと公演時間めちゃくちゃ伸ばしてほしいな、伸ばしてほしいよな、そこまで、うん、あの入りきれへんねんな、うん、すごいな、せやねんな、そやんな、入りきれんよな絶対に。むずいけど、でも一曲一曲、私分からんねんけどさ、じゃあもし自分が卒業するってなったらさ、うん、なんか新しい曲を見たいのか、うん、それとも昔の曲を振り返るのか、どっちがいいんですか、うん、皆さん。え、聞きたい、それちょっと聞かせて。私そうやね、だからアーヤンの時は結構、まあ、自分の曲も入れてたり、まあ、卒業なんか曲歌詞、うんうんうん、みたいな曲入れてたけど、どうなの？でも優香の場合、今から新しい曲入れる必要もないかなっていう思うねんけど、でも次世代とかは、うん、その NMB 関連の曲を入れるのか、うん、逆に他のグループとかの、うん、あ、昔やって振り返る方がいいねんて。あ、やっぱ卒婚はそうかな、うん、やっぱそうやんな、やっぱそっか、卒婚は、うん、で次世代にそういうの入れたいなって思ってますね。あ、確かに確かに、なんか NMB の新しい一面を見せるためにも、うん、確かにな、振り返りか、やっぱエモさやんな、卒業ライブは。そうやな、今までの振り返りとか感謝とかをいっぱい、うん、ウーカが卒業したらマストビーナは一人になる、ほんまやな、やば、まあ、どうするの、カイ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 すんのかいそうやんな、でも私がいなくなったらユリイカぐらいまでのオリメンがいなくなると思う、うん、あ、え、高根から多分なぎちゃんがいるから、あ、ね、え、怖っ、そっか、そうなんだよね、そうやんな、うん、いや私思いもしひんかった、ウーカよりも先に、うん、私より先にウーカが辞めるなんて、え、ウーカもこんな残る、うん、でもどうやろな、なんか好きやったからな、まあ、そうやねんな、NMB の活動が、うん、多分好き同士やから、なんかここにいることが自分の中ですごい、うん、腑に落ちるというか、やったから長くしようとも思ってないし、や、うん、まあ、やめたい時はもうたまにあったけど、うん、まあ、あるよね、まあ、みんな なるよ、なる時もあるけど、うん、でもこんなに逆にやめたくないけど、うん、もうこのタイミングやって思ったのは初めてかも。あ、そうなんや、うん、なんか来てしまったというか、まあ、来るか、うん、ゆうちゃんにも
来るかな。いや来るやろな、このタイミングやって。優秀さんが。やだ、やめないで。なんでやねん、またやめるのに。おい、ひどくない？ひどくないやで、この人。ゆうちゃんやめないで。ゆうちゃんは、うん、メンバーでいながら、うん、裏方もやりつつ、うん、大変大変、一番大変。お給料倍にしてもらっていい？それやったら昼、うん、それは倍にしてもらおう。それやったらいいわ先生、でもさすがにな先生か、先生ってか振り付け、あーずっと言ってるもんな、うん、ずっと言ってる。まあ まあ、その先がほんまにそれが強かったらやるかもしれんけど、うん、何も、うん、探し中。あかねさんみたいになってほしくて、私はあつっててんな、表にも立ちつつでも自分もしっかり作品を作ってっていう。あーね、うん、でその作品がバズってさ、それでまたゆうちゃんがさ歌番組とか、うん、分からんけどそういうパフォーマンス集団として呼ばれたりさ、うん、なんかそういうのがパフォーマンス集団作ろうかな。え、入れて入れる自分も出つつこのみんとかな、あー元 OG、 NMB OG、 OGマジ強いメンバーで、ね、そこに選んでもらえるようにちょっと卒業しても頑張っとくな。頑張ろう、体力落とさないように。もうダンサブリーよな。ダンサブリーやな。でもアイドル、新しいアイドルやからな、ね、どうなんやろ。でもやる、全然やるでって言いそう、うん、言いそう大好きやんだって踊るのが、うん、確かにね。なまあわかんないですよ人生なんて、ね、まあ、先のことなんてやりたいなって、そうあったらね、うん、ということで、ね、そろそろ終わりにしましょうか。今日はありがとうございました。じゃあランキング、うん、はい、すいません、ランキングを読んでいきます。13位ゆうやさん、ありがとうございます、うん、12位ケンイチアットマークチームエノーシさん、ありがとうございます。11位エガちゃん、ありがとうございます。10位白玉さん、ありがとうございます。9位ともさん、ありがとうございます。8位秋吉さん、ありがとうございます。7位ほまるっち、ありがとうございます。6位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。5位こじおたさん、ありがとうございます。4位おはろちゃん、加藤優香ファースト写真集6月10日発売、ありがとうございます。3位豆柴さん、ありがとうございます。2位ウーカメインの箱押しさん、ありがとうございます。1位ゆきさん、ありがとう。かっちゃん、はい、ということでひろちゃん、ひなちゃん、明日から6月もよろしくお願いします。きーちゃん、おやすみなさい。